時々サブロー君と来るけど、こんなに静まり返ってるの初めてだな。ああ、なんだか寂れて見えちまうぜ。反応も強くなってる。どうやらさっきの異界と構造が似てるみたいだな。ああ、ロックすると奥にも。だったら一刻も早く向かいましょう。まずはカリーどもを蹴散らすぞ。ここにいるのは、防御結界を展開。今です、篠宮君。分かってる、いけ。切れませんか。
一旦下がって、先輩。篠宮くん。ああ、もうキャラじゃないのは分かってる。でも今はこれが最適解でしょ。なんとかして隙を作る。後方射撃は任せたからな。わかりました。二人でなんとか乗り越えましょう。いや、二人じゃねえ。先輩たちって、そのメンツは。ゆうきくん、みつき先輩、大丈夫ですか。ごめんね、遅くなっちゃった。二人とも、なんとか無事みてえだな。ここは、加勢させてもらいます。ほら、今のうちにとっとと体勢を立て直せよ。このまま一気に反撃する。前衛は任せてくれ。わかりました。やれやれ、頼んだよ先輩方。おかげさまで来てくれて本当に助かりました。いいえ、それ以前に無事で本当に良かったです。お前の方こそな。あ、そもそも簡単に消えちまうような玉じゃねえと思ってたが。そこはお互いにですね。ありがとう高畑くん、皆さんのそばにいてくれて。いや、俺の方が助けられちまったくらいだ。はあ、このまま二人きりだったらどうしようかと思ったよ。ま、先輩たちが来なくてもあのくらいなんとかなったと思うけど。でも結城くんもしっかり男の子ってところを見せてくれたっていうか、これは葵さんにもいい報告ができそうかな。って何、僕の知らないところで連絡を取り合ってんだっての。Thank you.
されちゃった悔しい悲しい楽しい完了。反応地点を検出。
られるかな。まさかあいつからなのか。ち、舐めてくれるね。急ぐよ先輩。滑り近づいてるみてえだ。一体誰だ。あれはやっぱりか。さ、佐伯先生。やべえ、囲まれちまってんぞ。先生。無事でいてくれたか。ならば迅速に撃破するまで走れ、アークトリニティ。今だ。
がっつうか。一人で片付けるとかつくづくチートすぎでしょ。てかマジ可愛げなさすぎだろ。ちょっとくらい好き見せろっての。まだ終わりじゃない。来ます。第2波か。何度来ようと五郎。先生。女の人の声。ねえ、ゴロ。あ、ふた、ば、な。まさか。まさか、俺の記憶から声を。ゴロ、どうしたの？お話ししましょう。黙れ。貴様ごときが双葉を語るな。あいつを汚すことは、それだけは断じて許さない。そんな、ひどいわ五郎。私はあなたのせいで死んだのに。なっ、先生！時坂、しっかりしてくれ！あんたは五郎先生だろ？あの程度の手に引っかかって遅れを取るなんざ！そんな姿を俺たちに見せてんじゃねえ！そうだよ、五郎先生らしくない。状況はよくわかんねえが、俺だって同じだぜ。そんな格好悪い先生なんざ見たかねえっての。ちょうど今までの借りも返したかったところだ。及ばずながら私たちも力になります。行きましょう先生。お前たち、あの程度の手にか。その通りだな。高ランクだが問題ない。このまま一気に殲滅、突破する。 XRC、 そして刻印騎士、息吹も後に続くがいい。了解です。行くぞみんな。強敵だ、注意しろ。
なんとかな。みっともないところを見られてしまったな。3ヶ月前に生産できた気でいたんだが。お前たちが暗くなる必要はない。おかげで俺も今やるべきことが見えてきた。俺は俺自身の今の職責を全うする。を打開する道筋を何としても見つけるとしよう。残り少ないお前たちとの時間を有意義に過ごすためにも。